いい話ではないと直感した。だが、話さないでくれと拒絶することはできなかった。納期通りにシステムを収めないと、2月の給料が払えなくなる。店の BGM の音が遠のいた。プールで耳に水が入ってしまったように、すべての音が遠ざかり、代わりに頭の芯でキーンという音のようなものが聞こえてくる。 必死で瞬きを繰り返して、それを吹き払おうとしていた。社長はじっと片山を見ていた。反応を確かめて、やはりという感じで申し訳なさそうな顔をする。それで私にどうしろと言うんですか給料なしでいいと言えばいいんですかいや、もちろん、そんなつもりはない。ただ、状況を共有したかっただけだ。 状況の共有。今度は片山が口をつぐんだ。何をどう考えたらいいのかがわからない。すまない。やっぱり言うべきではなかった。申し訳ないことをした。これは明らかに社長である私の問題だ。今の話は忘れてくれ。社長はうつむいていた。片山が言い返そうとした言葉を 社長が自分から口にした。ますます言葉を継ぐことができなくなった。忘れてくれ。そんなことを言われても、聞いてしまったことを都合よく選んで消し去ることができるわけじゃない。どうであれ、納期通りに開発を終えることは絶対無理です。何か他に手立てを講じてください。時間を取ったことで、 きっぱりとそういうことができた。給料は遅れてもいいですから。とっさにそう言ってしまいそうになった。冗談じゃない。生活に余裕があるわけではない。預金通帳の金額を思い浮かべた。クレジットカードの支払いもある。支配は絶対に困る。口をすぼめて大きな息を吐いた。あら。 こんばんばは。後ろから声がした。甘ったるい発音の仕方。ガラスの中のお母さんが口を開いたのかとも思ったが、声は確かに後ろから聞こえてきた。低い、男のような声。ただものじゃないわよね。この人形を作った人。あの、公園の照明の中に立つその人は、女性の格好をしていた。 大きめの丸襟のブラウスの上に、ベージュのカーディガン。膝丈より少し長いスカート。かかとの低い靴。でも、明らかに男なのだ。高岡昭二というアーティストなんですって。章のことだ。普通のおばさんを作品にするなんて変わってるわねって言ったら、そうですかって。その時はあたし、 気づかなかったのよ。手首の傷跡に、ですか後でもう一度ここを通った時に、じっと見たら、リストカットの跡があるじゃないすごいショック。多分、ショーの作品が褒められている。何かを言おうとした時、頭上に電車がやってきた。轟音がしばらく頭上を覆った。 やがて会話を遮断する爆音が去っても、出花をくじかれた言葉はもう出てこなかった。もう上りは空いているのね。時計は午後11時を回っていた。終電の神様。阿川大樹、著。実業の日本社。